対馬ロシア軍艦対馬占領事件は、幕末に、ロシア帝国の軍艦が、津島芋先を占拠し、兵舎工場、連平場などを建設して半年余りにわたって、滞留した事件。ポサドニック号事件とも呼ばれる。ニコライ・ビリリョフ文級元年2月3日、ロシア帝国海軍中尉ニコライ・ビリリョフは、軍艦ポーサドニック号で、対馬に来航し、尾崎浦に闘病し、測量。 その後はサジ内に進行した、ロシア艦隊の中国海域艦隊司令官であった、イワン・リハチョウフ大佐は、不登校を確保するため、津島海峡に根拠地を築くことを提案したが、日本との関係が悪化することを懸念したロシア政府は、リハチョウフの提案を拒絶。しかし、海事大臣であった大公コンスタンチン・ニコラエビチが、津島への艦隊派遣を許可させたため、 リハチョーフ司令官の命令によりポサドニック号が派遣されたのであった。ポサドニック号が尾崎浦に闘病すると、反主衆際は重心を急破し、控え工場闘病の火を攻め、速やかに逮捕するよう抗議した。しかし、ビリリョフ官庁は、船が難破して、航行に耐えられないので、修理のために来航した旨を回答し、さらに修理工場の設営資材や食料、遊女を要求した。 3月4日には、芋先に無断で上陸して、弊社の建設などを始めた。その後、戦隊修理を名目に、工場、連兵場などを建設する。浅地湾津島藩内では、対応をめぐって、武力での排撃を主張する、上位派と紛争を避けようとする恩恵派で論争が、起こり藩内は混乱した。そう吉数はことを荒立てず、恩臨に解決しようと、接しながらも、問い上手を、 コサドニック号に派遣し、その訃報を何度か質問した。しかしロシア側は、無回答を貫き、優勢な武力を持って、日本側を脅かしたり、住民を怪獣したりし、木材、キューバ、食料、新炭を強奪、または買収して、大流の準備を整えた。また、ロシア水兵は探偵を操って、沿岸を測量し、山野を歩き回って、野獣を捕獲したり、 中には婦女を追跡して脅かす水兵もいたため、住民は激行し、しばしば紛争が起こった。ビリリョフ艦長は、津島藩に大使藩主への面会を再三要求し、3月23日には、芋先の咀嚼を求めてきた。ロシア側としては、強引に津島藩に咀嚼を承諾させ、これを既成事実として幕府に認めさせる思惑であった。津島藩では、対応に苦慮し、 面会要求を拒否しつつ、長崎と江戸に急使を派遣して、幕府の指示を仰いだ。4月12日、ロシア兵が、探偵に乗り大船越の水門を通過しようとしたのを、津島藩の警備兵が制止すると、ロシア兵は、警備兵、松村安五郎を、銃殺、さらに合使2名を捕虜として拉致し、軍艦に連行した。うち1名は舌を噛み切って自殺した。ロシア軍の暴挙はこれに、 さらに翌日には水兵104人を走って大船越しの村で略奪を行った。総吉和はポサドニック号に速やかに退去することを要求しながらも米、塩、新炭を送り怪獣を図った。紛争を避けるため藩内市民には景況を戒める。一方で、密かに沿岸に砲台を築造し事態に備えた。また、総氏の所領の非前田代では、大館、 平田平八が主兵を率いて、津島に渡り、ロシア兵を撃つ規制を示した。長崎武行、岡部長恒は、津島藩に対し紛争を回避するように慎重な対応を指示する一方で、不法行為を質問する省、ビリ両府艦長に送り、佐賀、筑前、長州を、はじめとなり藩諸行に実情を調査させ、対策を下したが有効な手は打てなかった。幕府は、報告を受けて驚き、 箱館武行、村垣則政に命じて、同地駐在のロシア総領事、ヨシフコシケービチに、ポサドニック号大挙を要求させる。また外国武行、小栗忠政を、官林丸で、津島に急破して、事態の収拾に当たらせた。小栗忠政文久元年5月7日、メフ溝の口85郎などを率いて、津島に到着した小栗忠政は、5月10日、官長、 ビリ,リョフと会見した。この第1回の会談でロシア側は増品謝礼を、口実に、藩主への越見を強く求め、小栗は越見を許可する旨を回答。5月14日、第2回の会談で、小栗はロシア兵の無断上陸を条約違反であるとして抗議。5月18日、第3回会談で、 半死越権の実現を求めるビリリョフに対し、小栗は、前言を翻し越権はできないと回答。話が違うとビリリョフは、猛抗議を行ったが、小栗は、私を射殺して構わないと言い切り交渉を押し切った。5月20日には、小栗は、津島を離れ、江戸に向かった。江戸に戻った小栗は、老中に、津島を直轄領とすること。今回の事件の接触は正式の外交形式で行うこと。 国際世論に訴えることなどを提言。しかし老中は、この意見を受け入れず、小栗は7月に、外国奉行を辞任することになる。5月26日、交渉に行き詰まった津島藩では、藩主役権を実現せざるを得なくなり、ビリ旅夫は、軍艦を府中に開港し、部下を従えて、藩主衆議話に餌し、単純、望遠鏡、火薬及び、課金数種を剣じ、長日滞留の応射した。 しかしロシア側は、芋先の永久咀嚼を要求し、見返りとして、大砲50門の進憲、警備協力などを提案した。千島ハンガーでは幕府に直接交渉してほしいと、変え、沿道警備に当たった、藩内市民は、ロシア兵の傲岸な態度に激怒したが、かろうじて事なきを得た。ラザフォード・オールコック7月9日、イギリス講師、ラザフォード・オールコックと、 イギリス海軍中将ジェームズ・ホープが幕府に対しイギリス艦隊の圧力によるロシア軍艦隊協提案、老中安藤信正らと協議する。7月23日、イギリス東洋艦隊の軍艦2隻が津島に開港し G 行動を行い、ホープ中将はロシア側に対して厳重抗議した。しかし実はこの時点においてオールコックもイギリスによる 津島占領を本国政府に提案していた。また老中、安藤信正は再度、函館奉行、村垣則政に命じて、ロシア領事に抗議を行わせた。これまでビリリョフの行動をそのままにさせていたロシア領事、五指エビチは、イギリスの干渉を見て、形成不利と察し、軍艦、オフルチニックを津島に急破し、ビリリョフを説得。文久元年8月15日、ポサドニック号は、 津島から退去した。9月、外国奉行、野々山金広らは爆命を報じて、津島に渡航し、函館談判の決議に基づいて、ロシア間大白後の前後処置に任じ、ロシア人の造営物は破壊し、その材料は長崎に保管した。ロシア側の意図は、極東での根拠地獲得、南海航路の確保だったと言われ、当時アジア一帯に、 広大な植民地を持っていたイギリスに先を越され、津島を咀嚼されるのを恐れていたとされる。ありがとうございます。